はい、YouTube スタートしました。よろしくお願いします。じゃあインスタライブ同時に行きます。はい、3、2、1。はい、接続確認です。はい、ライブ配信されました。よろしくお願いします。はい、じゃあもう今日は通知待たずに行きたいと思います。はい、今日はですね、実は前回好評だった東京のジュタンゴさんっていうブランド。はい。会社自体はタンゴプロダクトっていう会社なんですけど、はい、あ、カオルさん来た。タンノッサっていうブランドとジュタンゴっていうブランドがありまして、とりあえず2回に分けて、ここ、これ後でです。はい、まずジュタンゴからいきますね。これタンノッサもここにちょっと並んでるんですけど、YouTube も分けて、インスタライブも分けていこうかなと思ってます。はい、ちょっとずつ、はい、説明していきます。はい、じゃあ行きますか。ボンボン行きましょうか。はい、もう終わったんだ。いや、ジュタンゴの説明しますか。はい、とりあえずタンゴプロダクトっていう会社のジュタンゴっていうブランドとタンノッサっていうブランドがあります。はい、ジュタンゴはですね、作る責任としての小さな取り組みということで、はい、コロナ禍にそうですね、なんかコロナ禍でスタートしてっていう感じで、まあ割と環境に配慮した布が余らないようにとか、そういうふうに考えながら作っているブランドですね。はい、はい、東京のブランドになります。はい、で熊本出身のデザイナーさんが、あ、今日お店開いていたんですねということで、今日は展示会中、そうです、デザイナーさん来られましたんで、ジュタンゴの今ここに、はい、なんで半分休みです。半分休みで明日の準備をしておりました。ということで明日のためにちょっとインスタライブをね、明日から展示会やってますんで、はい、皆さん4日間やってますんで、はい、よかったら見に来てください。はい、じゃあちょっとずつね説明していきましょうかね。はい、はい、じゃあまず最初、あ、まあいいですか、コロニアルジャケット、はい、ちょっといいんですかね。いいですよ、もう、はい、こんなやつ、リネンのジャケット、はい、はい、これね、農薬不使用のリネン、あ、農薬不使用のリネンと偏布を使ったエコロジー感あふれるキャンバス地のジャケットですね。ネイビーのサンプルのサイズになります。これサンプルなんで、はい、こっちの色味が2色、リネンベージュとライトネイビーっていうのが、はい、2色あります。まずこのジャケットですね、あって、サイズ感はこちらだそうです。ちょっとさっき私も羽織ってみたんですけど、結構幅が正しいサイズ感、はい、はい、で後ろがめちゃくちゃ可愛くて、はい、こういう感じになっております。おお、後ろここにね、可愛い、おお、こういう感じですね。おお、なんかこう A ラインリネンのジャケットね、このぐらい幅があるんで、はいはい、なるほど、夏の羽織ってそうですね、いいですよね、はい、このぐらいこうあると涼しいので、はい、風が通って、はい、説明し忘れましたけど、これ2025年春夏の展示会の商品です。すぐは買えないので半年待ちで自分のものを注文していただくと、はい、来年の1月の入荷、1月からの入荷、はい、来年の1月から入荷していくと、はい、1,2,3,4 ぐらいかな、234ぐらいかな、はい、234ぐらいですね、はい、入荷はですね、そうですね、はい、で芸能人のように来年の商品が試着して自分のものが頼めるというこの企画でございます。はい、はい、次行きましょう。はい、スタンドカラーショートシャツ、はい、スタンドカラーショートシャツ、こちらですね、すごいね、細い糸で使ってる、いいね、糸を使って、後ろがめちゃくちゃ可愛かった、あ、プリーツが入ってる、サイドと、あ、右と左両方プリーツが入ってる、でちょっとだけこう下がキュッとなってます。カーディガン風にも着れる、ショートのジャケットみたいな風に着てもいいし、はい、普通にシャツとしても着れるし、はい、後ろがこんな風になってます。はい、はい、後でデザイナーさんとね写真撮ったんで、あとインスタに出しておこうかな。はい、途中でぶっ込みましたけど、はい、
いいですね。これは 2色。2色。これも2色。ホワイトとサックス。2色。どっちも可愛いです。やっぱシャツね、すっごい上手なんですよ。シャツ得意だよね。マジ。さっきからもうちょっと。シャツ得意だよね、パンちゃん、ね。興奮してます。はい。ママ好きなブランドですね。可愛くて。はい。全部素敵で。はい。で、さっき、あの、姉妹で来られたんですけど、お二人ともすごい素敵な方でした。ありがとうございました。はい。はい、一緒に来られましたよね。はい。これさっきのリネンジャケットですね。はい。で、次が、パネルストライプスカート。はい。なんかちょっとモードっぽい。パネルストライプスカート。はい。はい。こちらですね。あ、そう、モードっぽかったなと思った。あの、切り替えになってるのね、これ。切り替えになってて2色あるんですけど、はい、これはサイド？これだね。これどっちだろう。スカートめっちゃ可愛い。とジップが左ファスナーで、あ、そっちサイドなんだ、その紐は。そう、ポケットだと思ったんだけど、ポケットじゃなくて、この、こっちはポケットある。見て。ポケットあるわ。ポケットあります？あります？あそこにファスナーあったね。ファスナーある。あ、ポケットあった。ファスナーすごい、はい、ここにあるんだ。あ、トクチさん来られました。はい。名前言うな。名前言うな。こんな感じで。はい。展示会見に来てください。これね、ストライプとボーダーが混ざったやつね。はい。で、これサイズ、これフリーですね。フリーサイズ。これはフリーかな。はい。パンツは2サイズあったですね。あ、こんにちは、徳地さん、こんにちはって。こんにちは、また来てください。ブルーグレイとネイビーが、ブルーグレイとネイビー、はい、はい、もう色味で全然変わる雰囲気が、はい、長さ的には身長158とか160だとこのぐらい長いんですけど、これは田口さん、これ田口さんデザイナーさんですね。あ、そうね、田口さんですけど、 YouTube、ね、はい、多分私ちょっと大きいから、ちょっと短いね、ちょっと短くママにはね、163だもんね、まずね。で、V ネックロングスリーブティー、ちょっと4色ある。はい、 V ネックロングスリーブティー、この色が可愛いの、ロンティーですね。これさ、生地がいいよね。これはもうなんか今年しまったみたいで、そう、程よい厚さで、はい、なんかインナーとかにも使えそうなサイズ感でした。結構こういう色とか自分のものでつけないとお店には入んなかったりするもんね。そうです、ね、バイヤーのセレクトとその色のセンスがね、この色味も本当に4色ね、はい、4色あります。で、ここにこういうちょっと文字が入ってるのが、プリント入ってる、ジタンゴさんっぽい、はい、いいですね。なんか自分の好みのものは自分で頼まないと、これ全部入るわけじゃないんで、バイヤーのセレクトで全然変わってくるので、ぜひ自分のやつは自分でつけてください。はい、はい、で次が、はい、次がこれカーデとニット、クルーのニットがあるんですけど、はい、アイスコットン V ネックカーディガンと、はい、ボトルネックニット、ほう、カーディガンと半袖、これいいですよね。スイスの宝石メーカー、はい、これ生地めっちゃいいよ。スポエリーシャ、スポエリーシャ開発したサマーニットカーディガン、サマーニットだね、はい、涼しいカーディガン、ね、でこうちょっとポコポコってこう、うん、これヨーロッパっぽいよね、なんかね、この感じ、すごい素敵、はい、カーディガンと半袖、はい、同じ生地でね。でこれ割とちょっと幅は結構あったんですけど、うん、そんなにこうゆるっとしないカーディガン、ジャストサイズね、あの、はい、冷房対策とかにすごくいいですね、使えそうな、色をそれぞれ、はい、この色も可愛いでしょう。この色は自分でつけた方がいいな、はい、これも可愛いね、はい、で、まあ、黒と、はい、はい、あれ3色、アイボリー、マリンブルー、ブラックがあります、はい、
ゆたんごピーリングで結構おすすめでございます。すっごい可愛かったこれ。ちょっとなんかね、袖がフレアになってた。トラブル発生。4分袖ぐらいだったよ、はい、トラブルが。かわいかった。すいません、トラブルが、トラブルが発生しまして。デッキオールインワン。はい、デッキオールインワン。デッキオールインワン、あれっすね、こういう感じ。オーバーオールっすね。こういう感じです。足がなんか曲がってる。うん、はい、あ、これモデルこんな感じですね。この人多分身長174ぐらいありそうな外人さんですね。それ多分さっきの黒のシャパンニットを合わせてみたんですか、はい、ああ、黒のね、これね、はい、さっきのやつね。なるほど、いいですね。これ2色、これは、ホワイトとプラムブルー、ブラウン。あ、白とブラウンですね。はい、いいね、かわいいね。もうちょっと、はい、一応試着ができるんですね。サイズ感をね、確かめてゆっくり見に来てください。ちょっとあの小豆っぽい。はい、次、はい、次同じ生地でサイクリングドロストパンツ。サイクリングドロストパンツ、同じ生地かな。いや、違うのこれ。違いますね、コットンナイロン。本当だ、違うね。はい、違いますね、パンツ。はい、はい、これなんかちょっと緩めのパンツかな。下がちょっとここがボタンがついていて調節できる。調節はね、できない。なんかポイントがついてる感じかな。なるほど。ちょっとなんかあんまりちゃんと説明してませんね。はい、いや、説明できるんですよ、全部書いてあるんで。そうなの。だからちょっとね、時間の都合で、時間の都合で全部は説明できないんですけど、ここになんかカーゴみたいな。それカーゴだね。ナイロンが入ってるのでシャリッとしてますね、うん、生地が、うん、もう楽ちん。これだよね、これ楽ちん。あ、それはそうですね、さっきのこの細いリネンとこうやって着ても可愛いね、白。あ、こういう合わせね、はい、はい、ですよね、可愛い。このスカートも出てきたな、可愛い、うん、はい、可愛い、いいですね。で、次オーバーオールこんな感じか。はい、次が、次これいいですよ。シアーコットンサマージャケット、これいいですよ。これ僕好きですね。ちょっと白着てます、やばいです。これストーンホワイト、はい、これまあ夏のジャケットっすよね。求めてたものだ、これいいっすよね。オーガニックコットンですって、はい、透け感のある薄い感じのジャケット、はい、後ろ引っかかってない？引っかかってる？引っかかってるな、今落ちた。はい、大丈夫です。こういうやつ。これいいね。夏のちょっとお出かけとかに、はい、オケージョンとかでも使えそうな。はい、一応春入ってくるかな。夏かな。え？春かもね。これは2月。2月ね、2月下旬ですね。なんで春着れますね。はい。ゴールデンウィークぐらいまで着れる感じ。もっと着れるかな。春、夏も今でも別に。いけるね。うん、これいいんじゃないですか。なんか春夏使える、なんかカーディよりもちょっと、きちっとするかな、きちんと感が出るかな、うん、はい。でこれも2色あって、はい、このハートいただきました、はい、え、ハートいただきました、はい、裏のこれも裏のね、あ、この生地ね、本当に透けてるんですよ。見えてる、まあまあ、ほら見えてる、見えてる。どんな顔してるか分かる。かわいい。バランス。なんで受けたい。かわいかった今。ちょっとこう。ちょっと透けてる方がかわいい。透けてるぐらいのがかわいい。まっぽし見えちゃうとさ、なんか。は。シワがなんかすごい見えたりするかもしれない。
はい、ネイビーです。ネイビー、これはこれおすすめですね。これはね、ちょっともう2枚欲しい。ラブラブしないでください。カオルさん。なのこれ。ラブラブしてたから。結構ね、喧嘩しましたとか言われるんですよ、ね。そうですね。喧嘩に見えるらしいです。おいいね。これいいね。ネイビーの、ね。これはね。ちょっともうちょっと見せて。私も欲しいな。うん、ちょっともうちょっと見せてて。もうちょっと見せて。うん、ね、結構あるんですよまだいっぱい。いやいやいや。3分の1はいったでしょ。こんな感じですよ。いいよ結構。これおすすめなんで。これいい。これボタンがまた可愛いね。はい、いい。こんな感じでいいで。着やすいでしょ。これめっちゃいいめっちゃいい。いいいい、はい、オッケーオッケーオッケー。次行きましょう。次が同じ色味なんです。これがまた可愛いだろうな。シアーボイルコンビティ。これ同じ色味。これとこれ同じなんですよ。中に着てもいいとか。着ても可愛いね。これさ、前にリボンみたい、リボンっていうか、包帯みたいにするでしょ。そうですね。ここ、だけどここ垂らしたまんまでも可愛い、ね。あ、いいか。垂らしたままでも可愛い。うん。だから、なんか、こういうのがついた T シャツね。で、透けてるよ。ここがね、こういうことするのね。うん、いけてるね。ここがね、異素材がついてるんです。わかりますか、うん、はい。全部素敵ってきましたよ。だからこれも、うん、ここと同じの、ここの。はい。デュタンゴね、唯一無二なんでちょっとないですよね。多分これと一緒だ。はい。これと、うん、その紐が一緒。紐とここが。あ、そこの先、先ね。袖口ね。先っていうか、ここだけの。袖口ね。はい。が一緒ね。素材がね。で、この片隅も可愛いな。はい。全部素敵ってきましたよ。全部素敵です、はい、これ全部頼んだらいいじゃないですか。全部頼みますか。全部頼んだら200万ぐらいになるかな。そんなにならんか。全色頼んだらなるか、うん、かわいいでしょ、これほら笑いはい、これ白とネイビーとかね、YouTube にも映ってるかな。はい、ちょっとひねりも入ってますね、ここがやっぱりね、うん、これさ、半袖ブラウスみたいな感じだよね。 T シャツというよりは。そう、こ T シャツなんだけど、うん、ブラウス的に着れるっていう、はい、すごくいいよね。いいですね。カジュアルでもきちんと感が出るっていう、うんうんうん、でこれがまたいいと思いました。これなんですか。サマーウールドロストパンツ。サマーウールドロストパンツ、ウールが入ってるんですよ。おお、夏なのに。サマーウールなんだけどすっごいサラッとしてるの。薄いよね。でも上質、大人パンツだね。わかるかな、はい、すっごいサラッとしてるんです。で形もめっちゃかっこよく買った、はい、ワイドパンツみたいな感じね。ワイドパンツ、はい、はい、ウール系が入ってます、はいはい、セータップ、セータップです。やっぱりね、ハンサムな印象。ハンサムね、まあメンズっぽい感じかな、はい、かっこいい系だね。はい、かっこいい。あ、これじゃない、このパンツだ。あ、ハートいただきました。このパンツだ。そう、それ多分私のこれだ、ね、その T シャツ今多分この外人さん背高いんで、あれですよね。高い、そう。これもかな。このパンツもそうかもしれない。あ、これもじゃない。長いよね、ちょっとね。ちょっと長いかもしれない。サイズ1にしたらちょっと短いのかな。これはね、サンプル今届いてるのが1。あ、1なんだ。これ1だけど結構長いかもしれない。そうだね、長いね、これ結構ワイドだから結構長く作ってるから、うん、それ丈上げできる、できない。ちょっとね、繊細、これ厳しいよね、うん、ちょっとこれはこれは長さ結構た試した方がいいかもですね、うん、これは私ぐらいの人はめちゃくちゃいい。いいね。次行きましょう。で次がね、次ワンピース、ね、ネックプリーツジャージーワンピース。ネックプリーツジャージーワンピース。はい。はい。コクーンシルエット。ジャージー素材なんだ。はい。コクーンシルエットになってるね。ちょっとネイビーを。色はネイビーとブラック。ネックのところはこの、こんな、すごい可愛いね。もうこれ、なんで、うん、ボトルネックになってる。ちょっとだけかな。ちょっと違うね。なんかプリーツ入ってるね。ちょっと引いてみて。ああ、そんな感じ。長さ、ああ、長さはちょっと、はい、雪丈を3センチ長さ。ここ
3センチ長くします。はい、ああ、袖ね、うん、はい、このぐらいです。なるほど、163で、うんうんうん、あ、いいかもね。うん、163センチでそんな感じ、膝下ぐらい、はい、そんな長くないね、これね。で、これは今ネイビーなんですけど、はいはい、ネイビーと黒があるのね。黒があります。ここにジップがついてて、あ、これね、逆光でよく映ってない。あ、かわいい。よく映ってない、はい、ジップがついてる。お、こんな感じです。あ、なるほど、こんな感じになってたんだ。全然映ってなかった。ちょっと怖いね、またね、うん、あまりないですね。はい、ハートいただきました。ハートをしてくれてありがとう。これ着てみたい。はい、で、次、次行きましょうか。今日ね、日本撮りですからね、タンノッサも行きますよね、多分。オープンフロントシャツ。オープンフロントシャツ。これは前開きっすね。あ、プルオーバーかな、これ、もしかしたら。いや、これでシャツで。開くよね、前に開くよね、全部ね。開くんだけど、なんかこれ仕掛けがありそう。あ、うん、今、シャツでした。うん。シャツでしたよね。シャツでした、はい。何言ってんの。ここ開けます。うん、あ、開けましたらやっぱプルオーバーでしょ。プルオーバーで、だよね、プルオーバーって書いてある。あったよね、あったあった。これね、前開けじゃないよね、プルオーバー。こういう状態、こういう風に、はい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 、だからなんか中になんか着てる、うん、風にね、重ね着してる風になるのね。そう、でこのボタンの位置をちょっと違わせたりとかしたら、いろんな着方ができます。はい、これだ。こうやって着てて、これは普通の開けたら、このプルオーバー買いみたいなってなったり、はい、そうそうそう、この下だけちょっと止めたりとかしたら、ね、はい、羽織ってるかのようなシャツになる。はい、プルオーバーシャツね。はい、かわいいね。いいね。かわいいね。いいね。これはアイボリーと、アイボリー、フェザーグレーとグレー。でね、肘がね、隠れるの、これ。うーん、あ、ぐらいの長さだから、はい、これはいいね、これ肘、ね、いいね、はい。これさっきのワンピース、この感じですね。でこの色味もかわいいね。あ、これね、あ、その色もいいね。この色いいね、どっちもかわいいね、はい、どっちもいいね。よいしょ。で、次、次いきますか。あ、これね、リネンキャンパス、この感じですね。ジーンズ、え、リネンキャンバスジーンズ、あ、ジーンズですね。デニム着ました。デニム、これ色味がね、あ、デニム、ホワイトデニムとカーキデニム、カーキ、これはリネンが入ってる、リネンデニムね、うん、そうなんです。なんかデニムっぽくない、そうね、リネンデニムだからもうリネン、リネンで、形がもう最高に可愛いね、多分。はい、それサイズ1、サイズ1、ちょっと短めだね、それね、わざとこう短くしてる感じ、はい、サイズはカーキと同じになります。はい、こっちがこっちのサイズになります。はい、ちょっと大きいね。で、大きい、大きい、大きい、割となんかサイズ大きそう、ゆったり着れそう。ウエイトサイズちょっと小さくなります。ウエスト細くなります。あ、だからこっちの方が細い。でかいもんね、それね。1だけど、なんかでかくなる。うん。だけどこれ、多分少しハイウエストになる。ハイウエスト。はい、柔らかいので、ロッキングする。ちょっと喧嘩さ。かわいい。もう普通に全部合うな。パンツ戻してください。はい、次いきますか。次、それ戻してですね。はい、次はバタフライスリーブニット。これも可愛かったね。それですね、これでしょ。はい、はい、これですね。こんな感じのニット、バタフライスリーブ、サマーニットなんですけど、はい、サマーニット、ここ
ここにね、こうひらひらとちょっと袖袖のバタフライだからね。そう。ここのバタフライって何？蝶々。バタフライ蝶々じゃない。蝶々。蝶々ってパピオンじゃないの？パピオン。バタフライ。うん、ちょっとよくわかんない。バタフライ。バタフライ。蝶々っぽいんだよね。ルマンスリーブでちょっとこうなんかね、アイレットと呼ばれる透かし編みを施し透けてる。ここがここがなんかはいはいはい、この縫製ね、穴開いてるね。すごいね。あ、生地すごいねこれ。でなんかこの街がある感じね。おお。多分これ着たらめちゃだから、こういう画面じゃ伝わらないね。さっきのこれだね。そうそうそう、さっきのこのシャツでこれがこれですね。でさっきのこれだね。はい。ここだけ。いやちょっとね、順番これよくわかんないですよ。はい、これこれです、これこのニットですね。これちょっと見えない。え、このニットです。はい、ここは見えない。はい、でこれがまたこの色味も可愛いです。はい、グレーとカーキ、このモデルさんが着てるカーキね。はい、はい、があります。あります。はい、次行きましょう。ドライストレッチパンツ3色ありますけども、この色がいいね。あ、これだ、これこれ一緒ですね。はい、ちょっと細身だった。あ、そうだね、ちょっと細いね。カルゼオシオリジェのカルゼオシオ、うん、ストレッチ、これも前からあった形なんですね。はい、ちょっと細いかな。ちょっと細身でもめっちゃ楽なんですよこれ。伸びる。はい、3色、ライムイエロー、うん、ライトカーキ、うん、ネイビー。はあはあ、これ3色あります。なるほど。この感じ、ね、後ろのビジュー、これついてて。はい、ビジョーね。ビジューじゃないの、ビジョーね。シンチバックね。ビジョー。ビジョーね。はい、じゃあ次ですね。次がこの、うん、これがね、ま、定番かな、マリンパンツ。マリンパンツ、はい、とレザーサスペンダー。これね、別売りなんで。あ、そうなんです。これこれついてないですから。そうですね、はい、あの別々で買ってください。はい、サスペンダー、はい、タンブラウンとブラックの、これかわいい。うん、これはもう人気のマリンパンツですね。売ってる方もいらっしゃると思うんですけど、はい、これかな。アイボリーの方には右前にコインポケットがつきます。はい、コインポケットがつくと、これこれ、ね、はい、そうですね。これついてないんです。ポケットがつきますと、こっちが正しいですと。はい、まだサンプルなんでこっちはついてないですね。はい、ついてないんですけど、つきますと。はい、アメリカンのあるオーガニックカットン、はい、すごいですよね。サンプル上げながら展示会やりながらちょっと修正加えていくっていうね。すごい、これもう作品ですよね。これ欲しいんだよね。サスペンダー。いや、これマリンパンツ。マリンパンツ。ちゃんとさ、だからサスペンダーがつけれる穴があるんだよね。そうなんです、ここに。はい。マリンパンツね。で、割とこうやってついてるパンツを作ってくださるんで、うん、これ持ってたら、あ、いつもね、そう、付け替えできるんだ。ジュタンゴファンはもう買ってた方がいいっていうね。はい、あ、切り替えがあるね、膝にね。こっちの色も可愛いわ。あ、いいね。ちゃんとここがさ、うん、こんなセルビッチ、セルビッチ、うん、耳がついてるね、赤耳がついてるのコインポケット。そうですね、はい、ちゃんとセルビッチついてます。で、次が今私が着てます、これだね、この色ですね。これ来ました。タイプライタープリントティー、タイプライター、タイプライタープリントティー、はい、タイプライターがプリントされてますね。はい、タイプライターってなんか素材もあるけど、これはプリン、これはプリントの名前ですね。タイプライターっていうのがこうあったんですよ。この T シャツいいね、なんかロックな感じで。だからちょっと何だろう、あとさ、袖がさ、何だろうと思ったんだけど、袖がさ、うん、そうそう、そう、素材使ってるよね。そうなんです。こっちが分かりやすい、ママの方が。こっちがなんかこういう光沢のある、かわいい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 、
これ2色あります。モデルさんも着てますけど、なんかそっちグレーの方がさ、袖分かりやすい。分かりやすいね。だけど、うん、もう近くで見たら分かるね。光沢があるんで。こんな T シャツなかなかない、ね。めっちゃ可愛いね。はい、で、リブが下についているので、ちょっとこう、はい、こんな風になるのね。おお、これいいんじゃない？こんな風になりますね。さっきのジャケットもいいし、この T シャツもいいね。次いいね。次。次が。ソルト刺繍プルオーバー、これはソルトシリーズ入りました。刺繍なんです。刺繍なの、それ塩の結晶をイメージした刺繍モチーフ。ーなるほど。はい、ドルマンスリーブで刺繍なのね、それね。ボタンを外し、そうボタンがね、つけれる、その首のとこないボタン、真ん中にね、紐があって、あるそう、そこで、こそうそうそうなるの、そう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 、待ってよ、はい、これ今、ボタンは外してる、ね、ボタン外してる状態のところですね。外してます、うん、そう。で、ここに紐があるから、そこボタン止めるんですよ。止めようか。そうなんです。止めるとここに、ね、止めると形変わるのね。かわいいね、これ。なんか、あ、いいね。なんか、動きがね、アクセント出たね。うん、動き出ましたね。動き出ました。はい。いいですね。細かいところがね。塩の結晶。で、これは何だろう。塩の結晶を刺繍してるね。本当だ。刺繍なんです、全部。刺繍でした。塩の結晶っていうのはちょっとよくわかんないけど、まあ。大切です、塩。なんか遠くから見たらさ、ドットに見えるんだよね。見えるね。見えるよ。これとかなんかドットに見えるんだよね。けど塩の結晶の刺繍っていうね。もうここにタックをつけてるのでブラウジングしたかのように見えるんです、普通に着てて。はい。あ、で私今パンツ着てるね。パンツね。うん。ちょっと待ってね。はい。パンツはちょっと後ですね。ちょっと後なんだけど、これがまあここや。2色ありますと。こうやってセットアップになる。セットアップ、あ、かわいい。かわいい。いいね。ドットに見えるけどドットじゃないところが。で、この裏のこのピンクかわいいね。いいね。首の裏ね。こっちはそう。青だね。このブルーかわいい。こっちは今ボタンをつけてます。うんうん。こっちはつけてない。はい。どっちにしてもまたかわいい。こっちもいいね。かわいい。ママのその組み合わせいいね。これちょっとなんかパッ楽そうだったね、これ来たんで。はいはい。ちょっと待ってね、その前にこの。その前にワンピがでいこうか。これはソルト刺繍ワンピースですね。ソルト刺繍のワンピース。同じ生地で、はい、前秋中国軍のナースワンピースをモデルにし、は着やすいフォルムにアレンジ。チェコ軍、チェコの軍隊。はい。ベルトでウエストマークし、なんかノスタルジックなイメージで着たり、フロント全開でシャツコートとして着たりと、さまざまな。これか。着こなしが楽しめます。これっすね。へえ。これ前開きだよね。ナースだって。ナース。ああ、なるほどね。だからこれ前全部開くので。チェコ軍のナースね。取れるね。医療部隊ね。そうです。看護師ね。かわいい。この色、あ、そうだね、それね。それですね。色は2色なんで、このシリーズはね。こんな感じ。これ開けてきてもいいよね、これ。ああ、いいね、いいね。別にこうやってきてもかわいい。かわいい。ちょっとあっち下がって。はい。YouTube 映るから。ほら。あ、いいよ、いいよ。ん？あ、バンビがいるじゃん。バンビがいる。ちょっと。ベルトとここここちょっと写し出した。ここさっきのなんかあれのじゃないね。あの T シャツの袖とベルトにもここにも。あ、じゃあ、あの生地を無駄にしないように。いや、すごい。だから意外こんなのないよね、こんなベルト。かわいい。めっちゃかわいい。これだと思うよ。
着てるんだこれ。そう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 、その袖ね。これだよね、そう、同じ生地だよね。これだよね、同じ生地だ。生地を無駄にしないで。サステナブルだ。サステナブルだ。かわいい。かわいいです。形かわいかったですね。うん、なんか羽織でもいいよねこれね。羽織にもなる。わ、どっちもかわいいこれ。これに着てもかわいいね、このパンツと。こんな感じ。うん。うん。さあ、皆さんはどれを着けるんでしょうか。そう、ちょっと待ってよ。4日間しか、明日から4日間ね。このパンツがサイズ1サイズなんですけど、あ、これで1。なんかさ、ここボタンで調整できそうだね。そう、あのここに2つあるんですけど、さらにちっちゃくなる。これだからこうしたら普通のパンツなんですよ、はいはいはい、ここにジップもなくて、はい、で、こことここにちっちゃくなる。で、こういうそのパンツ丸、20丸きました、いただきました、うん、形も可愛いよね、これカオルさんから20丸いただきました。すんごい楽。このパンツいいよね。なんか楽そうで。楽。もうあのシャリッとしてて、うん、ラップパンツ。うん。T シャツもいいよ、ね。この組み合わせいいよ。ママ。やっぱりね。はい。袖の感じ。あとはこれ。はい。次ですね。ビールや枚数限定になります。え？え？ベビーが欲しくなるじゃん。カリフォルニアのサーフォンキーバレー。フロントレースティー。雪解け水で育った。ネイビーは数量限定。これでしょ。これ白ですね。はい。可愛いね。そうだからこうやってこれが可愛いと思った。あ、この中に来てるのね。インナーとして使う。はい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 。なるほど。これとこう来ても可愛いな。うん、はい、レースの T シャツ、ブラウスか。ここにね、T シャツね、T シャツです。T シャツ。フロ前にレースがついている T シャツね。はい。もうちょっと何だろうこれ。T シャツに普通につけてるのが、ここはだから透けてるの、うん。中はこういう。ユーネック T シャツにつけてるんだね、うん、だからね。そうそう、なるほど。形もちょっとひねりを入れてる感じで、うん、すごいかわいい。ちょっと生地もね、はい、カリフォルニアのサーフォンキーバレーの雪解け水で育った綿を使用したんだって、うん、おお、ちょっとこれだからもうすっごいシャリッとしてます。水が違うのね、雪解け水、はい、すごい。で次、はい、次行きましょう。ハイルプリントブラウス、はい、アンティーク、読めます、アンティークだ、はい、アンティークタイルをモチーフにしてテキスタイル化し、薄地のコットンキュプラにプリントしたオリジナルファブリック。これオリジナルファブリックですね。来ました、来ました、出ました、オリジナルファブリック。オリジナルファブリックっていうことは、この生地自体をジュタンゴさんが作ってるってことなんで、同じ生地が出回らない感じですよね。すごいいい色だね。オリジナルファブリック来ました。いい、ね、紐がついてて、はい、これですね、オリジナル生地です。ちょっと色味が違うけど、この感じね。かわいい。これ前開くの？ここがこう開くね。開く。涼しそう。なんかこのゆったりしてるのに、こういうなんかこうこのリボンがついてます。はい。かわいい。よく見たらリボンついてます。これがかわいいね。この生地かわいい。かわいいな。オリジナル生地なんで、他にこの柄が出てこないっていうことですよね。そうですよね、はい、これ肥沃にそしてなって生地から作ったというね。これどうなるのこれ。タイルプリント、タイルプリントなんだ、はい、タイルですね。なんか羽織っても可愛いね。可愛い、これね、羽織っても可愛いんじゃないかな。
本当レトロな感じ。うん、レトロ系だね。あ、いいね。なんか可愛い。なんか可愛い。いいね。なんか可愛いね。うん、いいね。ここからこう見えるのか。唯一無二ですね。可愛いね。T シャツのあれが見える。あ、金色が出てる。出ました。この金色が出てる。はい、金色出ました。ね、金色出ました。かわいい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 5回言いました。はい、いいタイプライター。レトロクラシカルって書いてた、はい、これぜひ着てほしいです。あら、あ、さっきのこの好きなやつ、さっきのパンツね、リボンつけて、はい、いいですね。でこのタイル柄が青とグリーンがあると。これもいいですね。青もいいよね。これいいね。鮮やかだね。青ね、どっかあったな。あっちか。青はね、なんかスカートと合わせて、ね、青ね、こっちにあったな。これこれで、あ、そうなるの。これスカートと合わせて、ね、こういう感じね。これね、これセットアップになるんですよ。スカートも、スカートここにこういうね、またこれもすごいね。スカートね、前に紐があるんですよね。シーブルーのがウエストサイズになるんで、こっちのサイズになります。はい、あったあった。これスカートと上着たらセットアップになります。これね、オリジナルファブリック自宅、これペチコートが付いてますからね。ペチコート付き、はい、付いてますから。コットンのね、今日お店に行けばよかったということで、来ていいよ。あ、もうでも今日はね6時ぐらいに閉まるね。すいません、今から来れば間に合うかな。来て来て来て、明日からずっと空いてるんで。はい、誰誰、小太郎七王、小太郎くんかな。おう、すいませんね。あ、こうなってるんだ。だから書いてた前と後ろを、うんうん、ハートいただきました。サイドで重ね合わせたデザイン、こう、ここがこう開いてるん。そう、こうやって、あ、だからここで重ねてるんですよ。だからめっちゃ涼しいんだ。はほう、で、は、はほう、で、これもコットンなんで、はい、これで全然いいんです。透けないです。うん、こうゴムになってるし、ここで調節する感じね。こうキューッと、うん、ああ、なるほどなるほど。そこでキュッてし、絞るね。かわいい、かわいいですね。だからこうやってセットアップできてもいい。はい、セットアップで着てもかわいいね。これ、あ、こうやってこれジャケットみたいにしてる。こうやって、うん、なんか前開きいいよね。それ羽織れるからいいよね。こうやって着てもかわいいな。かわいい。お腹出た、お腹出た、かわいいね、はい。セットアップもいいね。ワンピースっぽくなるし、開けて着れるからいいよね。ずっと着れそうなセットアップということで。ね。確かに。デュタンもね、飽きが来ないもんね。なんかね、この色味が可愛いな。はい。デュタンも何年目になったんだろう。20、21、22、23、24。5年目ぐらいかもね、まだね。うん、はい。次。タイルプリント三角スカーフ。三角スカーフ。スカーフ。これは可愛いな、この生地。三角スカーフ。この大芝居新作ですね。竹の引く。これね、使いやすいわ。それ形がいいよね。もう最初からこうなってるんで。そう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 。あ、ハートいただきました。ありがとうございます。こういうことです。はい。こういうことですよ。はい。もうこうカサカサってここがちょっともたつかないで使えるので。なるほど。ただもうこうしてるだけで可愛いね。こうしてるだけで。ああ、なるほど。絵になるね。で、今こうやってしても。流行ってんな。流行ってんの。うん。なるほど。それはそんな感じですね。こっちのサンプルがないな。あ、
やってるやってる。この外人さんも頭に巻いてるね。あ、本当。うん、ほら。本当だ。ね。巻いてました。なんかあれ最近流行ってんだよね。ここにこう結んでも可愛いよね。あ、そうね。頭に巻くの流行ってる。口がまたいいな、これ。うん。口がこのブルーの方がグリーンが入ってる。本当だ、縁があるね。可愛い。はい、可愛いと思います。キュプラが入ってるよね、多分。キュプラ。キュプラシャリッとしてる。バンダナにしたり、はい、首に。できますね、はい、これあの YouTube にもアーカイブ残すんで、あ、リエさんやっと来られました。最後の最後に来られました。なんか YouTube ね、早送りできるからいいっすよね。はい、インスタライブの方がちゃんと映ってるかな、うん、はい、ということで次はラスト、ラスト、スリーブレスジュタンゴ、ラストスリーブレストップ。これママ着てるやつじゃない、いつも着てるね。着てるよね。これいいよね。毎年あるんですけど、この色可愛いなと思った。はい、もう全部可愛いんだけど。ノースリーブ、ライトピーチ、ピンクとマリンブルー。これ初めて見た。これ新しいよね。うん、ピンクだね。ノースリーブ。とブルーとグレーとブラック。使いやすいんですよね、この色。うんうんうん。とても可愛いね。はい。なんかこの青ってデュタンゴっていう感じがするな。これ。うん。毎回ちょっと青が入ってそうな。これはもうね、ノースリーブのくせに細く見え、うん、刺してくれる。はい。ノースリーブ。段ボールを隠す下目のタップは無事で。そうなんですよ。はい。ここがね、うん、ここを上手に隠してくれる。なるほど、脇が見えない感じ。そう。はい。これ9000円だね。なんか知らんけど。うん。え？9000円です。はい。急に言った。急に狙いました。もうすっごいサラッとしてるんです、これ。はい、オータン来た。オータン、はい、オータン、ザラララッと、はい、いや、もういいでしょう。いいですか、ザラッといく。はい、こんな感じで、まあ、4日間やってるんで、ぜひ試着しに来てください。自分の好きなのがちょっと頼めるという感じですね。うん、最後ちょっとそのこれをちょっと写してもらおうかな。で、この後休憩挟んで、タンノッサー行きたいと思います。入れるコースター、これジャケット、このスタイリングね、スタイリング参考資料もあるんで、着こなしがね、あ、これ首に巻いてみるやつですか、ね、ジャケットいいよね。これって何ですか、これあのリブの T シャツか、あれか、これフローバーね、これもいいね、うん、さっきのやつね、結構ワンピース、ケツが映って、ケツ映ってなくて、これママ着てるやつね、かわいい。あ、これ、これあれだ、最後じゃ、はい、ママのサムネ撮ろう、ママえサムネ撮ろう、ここだって YouTube 映ってる、映ってる、サムネ5 4 3 2 1、はい、 OK です。じゃあ一回休憩挟んで体力が持てばタンノッサ、はい、疲れてきましたね。まあでも頑張ってやるかもしれない。興奮してます、ね、そうですね。はい、というわけで一旦終わります。 YouTube の方もアップします。アーカイブ見てください。明日から4日間展示会来てください。失礼します。はい、 YouTube 終わります。ありがとうございました。